はい、こちらなんと、ちょっとミスってしまいました。すみませんでした。ファイモード、ワールドファイターコレクションの2番、第二次世界大戦アメリカ陸軍歩兵ロジャース軍曹&トンプソン M1A1 サブマシンガンと書いたこのイラストのキットなんですけどね、実はね、ミスったのが1番から行きたかったんですよ。1番のドイツ、武装親衛隊やな、ドイツの SS のキットから行きたかったんですけど、中を開けて動画を撮って、で袋を開けてパーツを削り出してから、あれ足のところのパーツを削ってる時に、あれお、なんか説明書と違うでというのが、これ実は2番の袋を開けておりまして、で足をもうすでに、切り落として、ペーパーかけてる時に気づいてしまいまして、で急遽ですね、制作園になったんですけど、こちら2番、1番じゃなくて2番なんですよ。このトンプソン M1A1 のロジャース軍曹からなんですよ、の制作園となってしまいまして、こちらね、この A7A6 でね、あれとかと思ってて、なんか画像と違って、なんか、SS の迷彩塗装じゃないやんみたいなね、上着が。で顔も削っておりましてね、バリバリ削ってしまったんで、こっちから行かなあかんみたいな、これね、この説明書見る限りだったらそんなにすごくなさそうなんですけどね、実はこのイラストが秀逸なんですよね、これ。ちなみにこれ、背中で背負うやつやな、これな。でここね、ヘルメットにヒゲがボーボーで、スチールヘルメットな、アメリカ軍の独特のやつなんですけどね。でジャケットで、サブマシンガンかな、かっこいいねこれが。ベルトがね、ちょっと今回キットにないんで、どっかで待ってこようかなと思ってるんですけどね。スコップね、はい、で水筒とかもついてまして、はい、これね。で実際はね、まあこれ興味のある方結構いてると思うんですけど、実際ね、これ2500円ぐらいになっとったな、今回。この、ライセンスがね、ライセンス表記がね、ここ、1994年で、2024年。おそらくね、1994年に一回発売した後、市場在庫だけになってたんですけど、まあ、鳥山明先生が亡くなって、お亡くなりになったんで、急遽、これがプレネにガガーンってなったんで、急遽ファインモールドが、まあまあ発売することになった。7種類ほど出てるんですけどね、これで。僕のところも実はこのファインモールドのキットやな、高くで買えないですという方プレネで買えないっていう人がやっぱりたくさんいてまして、で実際どうなんやろうって言われてたんで、一応まあやってみようかっていうことでね、そんなにパーツが多いわけじゃないからやってみようっていうことで、ここ連日ですね、昨日おとついやなぐらいから、マックスファクトリーで、昨日は徹夜付近でタミヤの新製品やって、今日はファインモールド台座庫に置いてあるんですけどね、見ていただきましょう。こんな感じになります。
ざっくりやで。これ。これが、そうです。ロジャー軍曹でございます、これ。出来上がったらこれぐらいやね。だいたいね、12分の1って言ってますけど、まあ、どれぐらいやろう。10センチ強ぐらいかな。で、これちょっと中見てもらう前にヘルメット先外すわね。こんな感じです。もうね、ファインモールドでも初期のキットなんで、ファインモールド初期のキットなんでね、パーツの合いが、そんなに良くないっていうのはもう事前に、ご理解いただきたい。特に今回このロジャー、ロジャース軍曹の場合はね、胸、上半身の二分割のボディが隙間がすごいできます。隙間が。だから、ポリパテ、もしくは僕はこれ瞬着やな。履き縫いの瞬着でひたすら隙間をね、埋めていったんですけど、こんな感じになります。はい。これね。顔もすごいよ、ほら。これ、ペーパーかけて。すごかったもん、パーティングラインが。顎が割れてるところまで、顎の割れてるところまでね、パーティングラインがありまして、思い切りガリガリ削ってしまいました。はい、これ。あのね、鳥山明先生のこれイラストを非常によく、再現してると思います。このね、フィギュア関係系のね、フィギュア関係っていうのかな、キットやったら、最近やったら、同友社、元は日東科学やねんけど、同友社のね、ゲゲゲの鬼太郎も2000何もらってんねん。元は1000円ぐらいやってんけど、1200円。で、これもそうなんですよ。元はね、1200円ぐらいのキットやったはずなんですよ。がね、どうしても今の価格になると2500円ぐらいになる。んで、これね、横から見たらこんな感じ。ね。パーティングラインとね、バリがすごいですわ。パーティングラインとバリが。これでだいたいね、削っただけで4時間ぐらい削ったのかな。フィギュアなんですけど4時間ぐらい削って、ここね、肩の後ろの方がちょっと線が入ってるでしょ。これがね、パーティングラインの後なんですよ。肩の後ろぐらいまで、頭の後ろまで来るんですけど、頭の隙間、あそこもね、動画上これ隙間が空いてるように見えて、実はね、瞬着で、瞬着が流れ込んでるんで大丈夫です、これで。これね、水筒、リュック、スコップ、雑の入れね。で、こっちがワイヤーカッターで、こっちフロントがちっちゃい玉入れに、これサブマシンガンの予備弾倉で、ポケット手入れてるんですけど、型がね、合わせがちょっときついです。これ隙間空いてますけどね、一応見てもらうためにガリガリしたんですけどね、こんな感じです。はい、このね、サブマシンガン自体はね、非常によくできてます。これ12分の1ですけど、はい、足ね。まあ、これ買ったことある人だと多分おそらくね、そんなにね、プラモデル作ったことない人だったら多分ね、合わせた瞬間ドン引きしたはずなんですよ。僕もね、実は足から行ったんですけど、ね、これ大丈夫なんてちょっと思ったぐらいなんですよ。で、足削ってる時に、この足を削ってる時にね、あれ、ドイツ軍のブーツやな、ドイツ軍のブーツってこんなんやったっけとかっていうところで、なんと説明書が、一番の説明書が、あって、2番じゃなくって1番の説明書見ながらガリガリやってて、あれと思って気がついた時にはもうすでに、ボディ全部切ってるんで、もうこっち2番から行くしかなかったっていうの。ただこれ髪の毛、ここにこうなんていうでしょ。顔はちょっと面長なんですけど、このね、耳とか、耳のところの造形とかね、この表情、これ実は目の中やな。目の中以外はね、全部これペーパーかけてるんですよ。髪の毛も全部、表情のところも全部、顎、唇、
唇の 上唇と鼻筋まで全部ペーパーかけてます、これ。はい。で、こんな風になんねん。で、これぐらいしないと形にならんかったって言い方が当たってんのかな。で、これで立つんで、一応立つんですけど、これがヘルメット。なんと内側まであんねん、ほら。二重構造の、ほら。ようできてるばい、ヘルメット。これ。ようできてんなっていうヘルメットをこうかぶせるんですよ。こうしてね。あ、ごめん、外れた。見てもらいたかったんけどな。ちょっと待ってや。どこ行った？ここや。こっちが前やな。こんな感じになりますね。アメリカ陸軍っていうところ、ほら、これはこれでね、本当にレジン、おそらくね、レジンが一番最適な材料じゃないかなと思うんですよ。レジンが最適じゃないかなと思うんですけど、ファインモードはこれプラ、しかもね、94年ぐらいに一回発売されてる時にやんで、パンパンにね、プラスチックが入ってます。ボディだけちょっと空洞なとこもあるんですけどね。ほら、いいっすよ、これ。これからあともう1回2回ぐらい、また、瞬着やな、瞬着をかぶせていって、でもうあとはこの辺の大きいところの修正だけ、首元とこの肩襟のところだけきれいにしたら、後ろ見て、ほら、スコップのはめるところまでちゃんと全部出来上がってるんで、装備類はもう完璧です。はい、肩の上とこのここんとこやなぐらいで、どうですかこれ。僕らね、アメリカ陸軍のこのね、陸軍の人のこの装備見たら、思い出すのが、コンバット都市がわかるよな。うちの親父が好きでね、コンバット、アメリカのドラマやな、軍隊ドラマのコンバットが好きで、ビッグモローやったかな、ビッグモローが出てた、コンバット思い出すねん、これ。タラララッタラータッタタッタタタラララッタタタッタタッタタッタタって言って、タタタタララッタタタタタタラララッタタラララッタタってやつね。スターリン出て、ビッグモローとかって出てきて、で、ドイツ軍の戦車やのに、なんぜかアメリカの戦車使ってたりするのよな、ドイツのマークつけて。好きでね、コンバットが。アメリカ陸軍って聞いたら、もうコンバットやねんな、僕ら。うん、コンバットか、まあまあ、空挺部隊やねんけど、バンド・オブ・ブラザーズ、今もここに置いてあって、途中まで見てるんですけどね、1年に1回ぐらい見たい、やつが、空挺部隊なんですけどね、バンド・オブ・ブラザーズやな、今やったら。で、まあまあ、昔やったらやっぱコンバット、うん、今 DVD ボックスも出てんのかな、コンバットは、うん。やっぱりアメリカの軍隊っていうのはね、自由であると、自由と同じだけ、やっぱりね、目的意識が非常に高い。ね、ドイツの軍隊っていうのは基本的に規律や。ドイツはね、規律。決まったルールの中で、命令は絶対やっていうところやな。で、ロシア、ソ連やな。当時のソ連はもう、兵隊っていうのは基本的に使い捨てっていうの。ソ連はもう使い捨てやん、兵隊。今もロシア戦争やってるけど、ロシアの兵隊言うたらもう使い捨てのに、使い捨ての駒やんか、みたいなところなんですけどね。これがね、台座に止めてないからグラグラするんですけど。なんでかね、ヘルメット被せたらね、後ろ倒れようとすんねん、これ。こんな感じです、ほら。いいですよ、これ。ほら。相当ペーパーいるけどね。今日はね、ちなみにやけど、新しく手に入ったんで、320番ぐらいで削っていったんですけどね、顔も全部。もうあとはもう塗装と、細かいとこは、パテ、墨、
流し込みパテみたいなやつで埋めてもいいかなと思ってるぐらいですこれね。これこんな感じで、ね、かっこいいっすよこれ。このね台座はちょっと大きすぎんな。もっとちっちゃいやつどっか100均で買ってこよう思ってんねんけど、これはちょっと最後までいきますよ。はい、ということでこれね、本当は1番がやりたかったんやけどな。1番のドイツ武装親衛隊やん、迷彩服着てるやつがやりたかったんやけど、このキットもねやっぱちょっと若干ね気になる点があるのが、ここ階級章っていうのがここにないのよな。モールドが階級章の、これはちょっと どうにかしなあかんなと思ってるところです。それとはこのベルトね、ベルト、はい、どうすか、ちょ欲しいなと思ったでしょ。欲しいと思ったら買いに行ってください欲しいと思ったら買ってください。はい、これね、僕ねだから最近やったらね、ファインモールでやったら、紅の豚やったかな、紅の豚のポルコロッソ、紅の豚ポルコロッソで2番のフィオやな、フィオ待ってんけど、紅の豚とかのね、ポルコロッソフィオやったらこっちのこのフィギュアの方が、このフィギュアの方がねよくできてると思うわこれ。なんでって言ったら、この元になったイラストが鳥山明先生が描いてるからやねんな。説明書とさっきあったよね、こういう風にして装備がとかっていう説明なんかが鳥山明先生が書かれてるのがね非常によくできたこれね。ちょっと顎が誇張しすぎなとこも鳥山明先生のテイストが入ってるフィギュアでございますこれ。ちょっともう一回立つかな、こんな感じでございます。いいでしょこれ。これも多分ね、一定数が今日も量販店上新かなんかに何セットかずつあったわ、2セットずつぐらいあったけど、多分一定の数が出回ったら多分もう終わると思うんで、興味のある方は買われたらどうでしょう。僕はね、このねファインボールドのこのシリーズは1番の武装親衛隊、1番のね武装親衛隊、2番のこのアメリカ陸軍で、あと7番やったかな、7番やったと思うね、思いたいねんけどね、陸上自衛隊の現行のやつも出ておりまして、そっちはね欲しいな、陸上自衛隊のフィギュアは。けどやっぱり1番はやっぱりドイツアメリカがいいんじゃないのかなっていうところです。はい、今日はちょっとサービスで1日頑張ってみました。はい、その代わり今日が塗装に入るための塗装のためのね資材とかみんな買ってきてんけど、もう予定全部キャンセルしてこれだけに終わりました。これはちょっとここの横のとこに完成見本のイラストがあったはずや、これね。まあこれよりかは良くなると思うわこの完成見本よりかは良くなると思いますこれ。はい、